フェリーが新潟港へ着きました。新潟に上陸。第25話、新潟から途中へぎそばを食べつつふるさと群馬へ戻ります。いよいよ新潟まで来ました。あとはひたすら南下するのみ。新潟市は混んでいます。右側のハーレーの方がよくしてくれました。ありがとうございました。あの自衛隊のご一行様ですね。右側のトラックと左のバイクに幅寄せされて危なかった。見づらいですが、ハーレーの方が手を振ってくれました。ここからはまた一人です。なるべく小さな通りを選んで走ります。Oh.
中に今も何度も何度も諦めかけた夢の途中、いくつもの日々を越えてたどり着いた今がある、だからもう迷わずに進めばいい、栄光の架け橋へと、悔しくて眠れなかった夜があった、涙があった人知れず流した涙があった、いくつも開放感に浸るタクシー運転手。先ほどのタクシーですな。いつもすっきり幸せ交通をぜひご利用ください。
刃物や金物で有名な三条市を通ります。再び田園の中の道を選びました。長岡市に入りました。そういえば雨に降られず走れてます。セブンイレブンで幸せ交通タイムにします。田中角栄様様の上越新幹線。信濃川もう一度渡ります。小千谷市に来ました。錦鯉が有名な地域です。蕎麦屋さんまでもう少しです。蕎麦屋角屋さんに到着です。やっと小千谷のね角屋さんに着きましたので、早速食べたいと思います。ネギそば2人前、野菜天ぷら盛り合わせ。小千谷のネギそばは海苔を使っていて美味しくて有名です。あ、ごめんなさい、一旦落とした助かるな。僕はめんつゆをたっぷりつけるのが好き。そばの天ぷらも美味しかった。完食。仕上げのそば湯。
ちそうさまでした。あとは本当に帰るだけ。またの信濃川。星にさよならを。
ちにありがといよいよ群馬県へ戻ってきました。いやー走ったなー。ん？どこ行ってたの？長いことご視聴いただきありがとうございました。